北マリアナ諸島の行政区分北部諸島市は、アメリカ合衆国自治領北マリアナ諸島にある4つの基礎自治体の1つ。サイパン島の北に長く連なる北マリアナの北部諸島からなる。所属する島は、北から順番に、ファラリョンデ・パハロス島、マウグ島、アスンシオン島、アグリハン島、パガン島、アラマガン島、ググアン島、サリガン島、アナタハン島、ファラリョンデ・メディニラ島。 沖合の小島所や岩礁も含めた面積は154.755平平方メートル。米軍衛生兵の手当てを受けるアラマガン島民の少女死には100人以上の有権者が登録されているが、2010年に行われたアメリカ合衆国の国勢調査では、北部諸島市に定住人口はいないと報告された。しかしながら、パガン島とアグリハン島には、 季節的な居住者がいることが知られている。北部諸島の島民の多くは、経済上、教育上の理由などでサイパン島に第2の住居を持っている。また、いくつかの島では、火山活動や台風のため住民の避難が行われたことがある。市長の皇帝及び市長者は、伝統的にパガン島のショムション集落に置かれていたが、現在はサイパンへの 亡命を余儀なくされている。パガン島には小規模な飛行場があるが、これを除けば船以外の交通手段はない。電気や電話を供給するシステムは存在せず、通信手段は発電機と無線に頼ることになる。もともとは農業と漁業が唯一の産業であった。1980年代前半の火山噴火以降、ポゾランの採掘が小さな産業となっている。 オフィシャルサイトオブザノーザンアイランズ、ありがとうございます。